こんにちは、連日工作です。今日はですね、 Android スマホのバッテリーを交換していこうという動画になります。 Galaxy のバッテリーなんですけども、今このバッテリーの健康度を見てるんですが、 MAX の 86% までしか充電できないということで、まあ多少劣化しているので、これを交換していきたいと思います。はい、で、交換するバッテリーなんですが、通販で購入した、まあ、2500円ぐらいの、安いものになります。今電源を落としています。 Android のスマホは iPhone と比べてネジとかその機械的な部分ってすごくやりやすいんですけれども、唯一ですね、この Galaxy でポイントとなるのはこの曲面型 のディスプレイをこう剥がすっていうのは本当にやりにくいので、ここがちょっとね、最大の疑問になるかなと思います。私これで2台目なんですけども、バッテリー交換ですね、毎回ここでちょっとハマってるので、今回ですね、ドライヤーでなくこうヒートガンでがっつり炙りながらその粘着を溶かしてやっています。で、ギャラクシーで一番大変なのはこの曲面パネルを引っぺがすところなんですけれども、これがですね、これ曲面であるがためにこの吸盤がですね、すぐ外れてしまうんですよね。なのでここがまあうまくいけないので、今回ですね、ちょっと違った方法でやっています。で、これがうまくいったので、多分これが一番うまくいく方法かなっていうのがあります。まずこの薄い側面にこのカードの薄いのを差し込んでいきます。で、無水エタノールないしは、まあ、イソプロピルアルコールを、流し込んでですね、溶かしながらいくとかなりうまく剥がすことができました。イソプロピルアルコールに関しては概要欄に貼っておきますので、ぜひですね、同じものを使っていただければいいかなと思います。あんまりドバドバにやらない方がいいと思います。ちょっと少量ずつちょっとずつ流し込んでいくっていう形になります。で、カードが差し込めるようになったら、レバーというかヘラも差し込めるようになると思うので、そこから少しずつレバーを動かしていって外していくような形になると思います。まあ、途中まで行けばですね、あとはまあゆっくり剥がしていくことができると思います。で、 Android スマホはもう割ることができたら、まあ、あとはですね、かなり楽かなと思いますね。で、念のためにビスに関してはマーキングをしています。まあ、これは電動工具方式ですね。これで後からものすごくこう再梱包が楽になるかなと思います。なるべく同じカテゴリーごとにビスに色を塗っています。結構ね、同じ規格が使われているのですごく楽でしたね。これ iPhone だとかなりバラバラであるので、すごくそのビスの管理って大変なんですけど、Galaxy の場合はその部分についてはすごくやりやすいかなと思います。はい、上のパネルのビスを、外していきます。で、色を塗って、外していくというか、だいたいですね、見たら分かるような感じで、何箇所かあるので、そこを外していくような形の10箇所のビスを外していきます。ヘラで、プレートを外していきます。で、これ中でコネクタがつながっているので、一番向こう側にある黄色いのがバッテリーのコネクタですね。今外してはあります。で、その他のメインボードのコネクタも順次外していきます。傷つけないように外していきます。で、次の最も重要な難しいところなんですが、バッテリーを外すっていうのは非常に難しくて、こう傷つけてしまったりするので、今回はイソプロピルアルコールをちょっと垂らしてですね、で、少しずつヘラで浮かしながら下の粘着剤を溶かすような形で行いました。詳しくは概要欄に載せておきます。
少しずつ浮いてきたら、こちらのものですね、その下の隙間にまたイソプロピルアルコールを少しずつ流し込んで粘着剤を溶かしていきます。そうするとガバッと取れました。ここまで来たらもうあとは簡単ですね。新しいバッテリーを入れて、この端子を上から指でグッと押さえます。まあ、位置合わせをきちっとして、上からグッと指で押さえることでコネクタがきちっと余るようになります。はい、接続して、その後はもうビスで揉んでいくような形になります。カバーを上からかぶせていきます。まあ、今回は残ってる粘着剤を使うような形で上から圧着しました。まあ、防水機能はですね、これで多分かなり落ちると思いますけども、あんまり関係ないので、今回はこのような形で完成しました。電源を入れていきます。はい、無事、映りましたね。スマートフォンが無事起動しています。というわけで、今回の、充電バッテリーの入れ替えいかがだったでしょうか。皆さんも、ぜひチャレンジしてみてください。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。